顔の脂肪移植をしたいのですが、2年前に子宮頸がんにより骨盤リンパ節覚醒をしています。やはり少量でも脂肪吸引はリンパを傷つけるため避けなければならないのでしょうか。主治医は脂肪吸引に詳しくないので避けるべきとしか言えないとのことでした。もし分かれば教えていただきたいです。という質問をいただきました。でこれはですね、子宮頸がんで、骨盤腔内のリンパ節を、取ってしまっていると。リンパ節っていうのは、皮膚の下に存在している、リンパ管が、どんどん集まっててですね、例えば脇とかですね、首とか、そういった太いところにどんどん集まっていって、リンパ管とかですね、リンパ節っていうのを通って、戻っていくわけですけども、このリンパ節を、取ってしまうとですね、そのリンパ液が戻る場所が、なくなってしまいますので、リンパ液が溜まってしまうですね、リンパ浮腫というのを生じることがあります。リンパ管というのはですね、血管の外のお水を吸収して戻す役割があります。骨盤腔内のリンパ節覚醒をしていた場合ですね、下半身がむくんでしまうんですが、大きなそのリンパ節が傷つけてなければですね、そのひどいリンパ浮腫になることはありません。今現在ですね、リンパ浮腫があるかどうかっていうのはちょっと書かれてはいないんですけども、僕たちが脂肪吸引するところのリンパ管というのはですね、非常に浅いところになります。なのでこう大きな、そのリンパ管の、枝葉なんですね。なのでそこの部分を少し傷つけてしまってもですね、大きな、そのリンパの流れには影響はありません。もしですね、リンパ浮腫の、ちょっと傾向があるのであれば、ちょっとリンパ浮腫の治療をちゃんとしてですね、リンパの流れを改善させてから、脂肪吸引するのはいいかもしれませんね。脂肪吸引で強剤性のリンパ管は傷つけることがあっても、太いですね、大元のリンパ管を傷つけるってことは、通常の脂肪吸引の技術を持っているドクターであれば、まず大丈夫だと思います。私の患者さんでも、脂肪吸引によってですね、リンパ浮腫が生じたとか、リンパ浮腫が悪化したということは、聞いたことがありませんので、それは大丈夫じゃないかなと思います。それかですね、ちょっとこの方みたいに、ちょっと骨盤腔内の問題であればですね、例えばお腹から取るとかですね、体幹から取るとか、場合によってはその、あまりこう一般的ではありませんけども、上腕から取るとかですね、そういったことで、脂肪を取ることが可能かもしれません。お顔に注入する脂肪の量はどれぐらいかによりますけども、頬にちょっと入れるとかですね、それの程度であれば、小範囲の場所からも取れますから、大丈夫だと思います。リンパ浮腫に対しての悪影響というのは、基本的にないというふうに考えてもらって大丈夫です。リンパ節覚醒をした方で、脂肪吸引を検討している方は、ぜひ参考にしてください。